経済産業省アイディアボックスは経済産業省が運営するウェブサイトでインターネットを使って国民のアイディアを集積する試み。第1回の実施では IT 分野を主にアイディアの募集とサイト上でのディスカッションがなされた。投稿したアイディアに対しコメント、投票が可能な点が特徴。 アイディアボックスの仕組み自体は、米ホワイトハウスの実施した国民からのアイディア、募集サイトがモデルとなっている。アイディアボックスが発端として、実現、検討に至ったもので公開されている事例として下記が挙げられる。デジタルガバメントアイディアボックス。内閣官房。2020年9月19日閲覧。政府がデジタルガバメントをテーマに、アイディアボックス再開。株式会社。 日経 BP2020 年9月19日閲覧デジタルガバメントアイディアボックス2017内閣官房2020年9月19日閲覧内閣官房電子行政方針について匿名で参加できる電子掲示板を開始株式会社日経 BP2020 年9月19日閲覧新型コロナウイルスと戦う意見募集サイト VS COVID-19 アイデアボックス。Code for Japan 2020年9月19日閲覧。コロナ対策をデジタル技術でアイデアを一般公募。株式会社日本経済新聞社。2020年9月19日閲覧。竹本内閣府特命担当大臣記者会見用紙。令和2年5月19日。内閣府。2020年9月19日閲覧。 デジタル改革アイデアボックス内閣官房2020年10月21日閲覧マイナンバーカードで引っ越し手続き一度に平井デジタル賞 NHK2020 年10月21日閲覧運転免許とマイナンバーカード一体化へ6年後目ど運用株式会社朝日新聞社2020年10月21日閲覧ありがとうございます